今ちょっと知事が変わってですね、ちょっと岐阜県も元気がなくなってるんですけど、まあ、IT 企業団地というかインキュベーションの施設があるというのは、やっぱりご存知の方って見えますでしょうか。ありがとうございます。実はですね、そこで、15年くらい前なんですけど、国際部の担当チーフとしてですね、いろいろ海外企業とか地域との連携だとか、研究開発の、契約とか協定を作ったりしてまして、もともとあまり英語っていうか語学はできないんですけど、海外旅行が好きだったので、そういう国際ビジネスというところをやらせていただいてですね、本当にここぞとばかりにですね、好きなようにやってましてですね、その経験が今になってきてるかなと思っております。美から元気物語という、事業体というか、マッチングコーディネーターとしてこれから何をやっていくかということでですね、地元の、企業さんが見えてですね、で、状況の中の人々を書きましたけど、これは実は我が社の代表工藤はですね、私と同じ岐阜県出身なんですが、社会福祉士でですね、障害者の、そういう、社会参加とか、そういうボランティアの方でですね、一生懸命やってみるということで、一緒にやろうということになったんですけど、要はですね、地域の状況でですね、いろいろこういう、世の中の風潮の中でですね、各企業さんが、苦しんで見えたりとか、地元の例えばお子さん、それから障害者の方がそれぞれ困っている中で、それを何とかしていきたいということで、企業さんがいろいろ努力をしてですね、新しいサービスを考えられたりとか、新技術を開発されたりとか、してるわけでして、ただ私どもは全然そういう技術もありませんし、お金もないということで、人によっては他人の本としてなんとかって言われることもあるんですけど、要はそういう地域の中で、それぞれの企業さんがですね、日常業務の中で本当に例えば技術ですごい真剣に例えば打ち込んでると、でその中でじゃあ束や書類も作らないかん、ね、お金をもらうためには分厚い資料も作らないかん、契約書も作らないかん、決算報告もしなきゃいかん、で場合によってはそういう、特許の出願もしないかというかですね、そういうなかなか本業忙しい中で、そのために専門家を雇ったりとか、してみると思うんですけど、その辺の、お手伝いをしたいということで、今後ですね、この建物の中には今回仕分けの影響によってですね、ビジネスサポートセンターという形でですね、新しい組織ができたりとか、いろいろ、PLO の関係の組織だとか入ってみますけど、我々は、元は行政なんですけど、今は純然たる、民間の企業体としてですね、そういった、各種団体とですね、うまく連携を取りながら、この地域の、企業さんとか、困って見える方々の、お手伝いができたらいいなということで、今後何をどうビジネスに結びつけていくかというのはまだ模索状態で、まさに専務さんのお話にあったように、今後例えばこの地域でいろんな新たなビジネスが採択される可能性が非常に出てきたということなんで、これを一つですね、ビジネスチャンスにしてですね、できるだけ、今日ご参加の方々とか、ここに位置してみる方、豊橋の皆様方とですね、連携を取りながら、もっと手探りですけど、事業を進めていきたいと思っております。これが私ども三河元気物語のですね、一応、新事業というか新サービスのご紹介ということでプレゼンに変えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。